1920から1930年代にアメリカメジャーリーグで活躍した野球選手。主なポジションは左翼種、アラバマ州生まれ、左投げ左打ち、シーズン打率、333以上を7度記録するなど、アンダ製造機として名を馳せた。愛称のヘイニーにはドイツ人という意味もある。1921年にデトロイトタイガースと契約。 当時フィラデルフィアアスレチックスのサンルイッシュであった兄フランクマナシュの後を追うように1923年にタイガースからメジャーデビューする。1年目から左翼のレギュラーとなり打つ方でも打率334をマークする。1925年からは当時現役生活も晩年を迎えていたタイカップの後釜としてセンターを守ることが多くなっていた。 1926年に打率378で首位打者を獲得。この年はベイブルースに次ぐ出塁率、超打率を記録する活躍を見せた。1928年にセントルイスブラウンズにトレードされ、同年リーグ最多の241アンダー、2塁打47本を記録する。打率も378としたが、 首位打者となったグース・モスリンにわずか一輪を呼ばなかった。また同じ年の MVP 投票では、ミッキー・カクレーンに次いで辞典となった。1930年、シーズン中に、ブラウンズから、ワシントン・セネタースに、トレードされる。セネタースには5年半在籍し、1933年に2度目の、リーグ最多安打を、はじめ、33試合連続安打やリーグ最多3。 ルイラを記録する活躍をし、セネタースをワールドシリーズ出場に導いた。しかし、自身最初で最後となった1933年のワールドシリーズでマナッシュは、九死に残るような有名な退場劇を演じる。第四戦の6回裏、アウトの判定に、マナッシュは一塁類心に抗議し、何を思ったか類心の蝶ネクタイをつまんで引っ張り、ゴムが伸びきったところで、 パチンと手を離した。もちろん彼は退場になった。1936年からは、ボストンレッドソックス、ブルックリンドジャース、ピッツバーグパイレーツに在籍し、1939年に現役を引退した。17年間での通算案打数は2524本、生涯打率は三3 2を呼ぶ。年ベテランズ委員会により、 アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。1971年フロリダ州サラソータで死去。ありがとうございます。